はい、おはようございます。おはようです。どうも、おはようございます。というわけでですね、まあ、平成最後僕は天敵ビッターっていう、うん、なんかベッドで横になって死んでるっていう状態でしたけど、まあ、だからデュエルリンクスをチビチビ、ちょっと体調良い時にやってたんですけど、はい、そこでね、最近ヒーローのサラクが出た。で、ネオスフュージョンと、はい、まあ、ネオス関連のカードがちょっと追加されて、うん、なんか扱いやすくなりましたよっていうので、ちょっと推し自体もネオス使いたいなと思ったんで、ネオスデッキを。はい、サイト組んできたんで、ちょっとやってみようと思います。はい、サラマングレートしか能がありますし、みんなとかね。ということで、フリップやっていきましょう。はい、お願いします。リンクスね。最新弾のさ、ミニパック出たけどさ、うん、ああ、あれでしょ、打天使組め。打天使組むのきつい、あれ。SR が各1枚なのに、必須っていう。太古の白石が集めづらくて、裏休みたいんだけど、白石なん。白石がさ、UR かなんかやったら、UR。で、3枚いるじゃん、多分。3枚。オルタいないから若干使いづらいんだけど、あ、でも3枚はいらないんじゃない、リンクスなら。ああ、そうよ、初動安定だったら3じゃない、3か、うん、でもネオスフュージョンがいろんな出来に混ぜられすぎてでもレベル4以下と融合だからさ、サイバードラゴンとかアンティークエアとか混ぜられる動画までも打点が足りなくって勝てないっていうパターンがたまに発生するんだよ。なるほど、アンティークミラー、アンティークギャミラーだとしんどいのよ。ああ打点がね、ブレイブ4のことね、じゃんけん、はい、5点きつい。どうぞ。じゃあサークル。はい。サークルしかない。サークルだっけ？僕そうだね。サークルで。はい。はい。でガゼル全部出てくる。でそのもう召喚。はい。召喚で効果。どうぞ。はい。スピンに落とすな。はい。で、スピンに効果。チェンジです。どうぞ。特殊召喚。特殊召喚。自由地帯です。はいよ。はい。いい。じゃあ、はい、はい、まあ、これはもうしょうがない、必要系だ。そうだ、あ、でもちょっと待って、ここ打点はそう、打点は全部2000になるか、そっちは G か、うぜえな、だからやっとかないと無理ゲーになるんだよな、まあ、先手ですからね。うん、いや、もうここはもう1回だけ取った。ガーゼル、銀賞はプレイブンス、パッドです、パッドします。はい、1枚捨てて、ターン、いいのかこれ、順たるじゃないですかね。そう、なんともいないですよね、本当に。ヒーローに手札与えるとめんどくせえんだよな。N、 どうぞ。はい、ミラスペースコネクター、はい、こうか、いらな、OK です。困った、そうです、はい、ミラスミラーにします。どうロワーか、ロワーかー、やったね、これこれたところでいない、いやもうこれ止めるしかないんで、2枚セットしてんの増人のせいだよドロー、あー、ちょっと待って、あー、そっか、殴ればよかった、殴ればよかったね、さすがにそこは、譲歩しません闇上がり対決、闇上がり対決スピニー通常召喚、いいね、クソかクソだクソだ、ネオスペースコネクターだけ一応ですか、800円か、あー、1000円だ、1000円やろ、ああ、ここで？ここで。ああ、絶対不正解がめんどくさいやったよ、これ。あ、きついけど、もうこれ、エクシーズするしかねえもんな。動かねえ、エクシーズ。どうします。いらっしゃった。はい。なんか向かってる。特殊召喚した方のスピンに渡して。はい。どっちも変わんないですかね。いや、まあまあ。うん、じゃあ、いただきます。メラルスタリオと、はい、デリンクや、リンクは、はい、リンクに3枚登録、はい、あ、しまった、さっきデイルリンクスサンクチュアル持ってきてね、G2 リンクス、あ、3枚登録やってたんで、これひでぇ、リン
に病み上がりすぎるだろう。これはひどい。これはひどい。今回はパンチの方が。あ、違う。ミラシュッサリオの効果ね。フラに戻す。モンスター一体、ミノスペースコネクターをフラに戻すって何かメリットがあるのかい？最後僕紹介できない。そうだね。普通にいいですか。スピンに、ボスのスピンの効果。はい。いい特徴が。ありがとうございます。特殊召喚されたので、はい、サラングレートのマコトラックなのかな、はい、違うわ、間違えた。ダゼルをエグゼント絶対ベビーリンクスと召喚してもなっていう感じではあります。1枚セーフ。バトルサンライトウルフアーク OK、破壊されます。じゃあ1000ダメージ受けます。いいっすよ。で、ジャン7000メージャン7000メージ、はい、スピニーとサンライトウルフでリンク召喚。はい、リンクにサンライトウルフ転生リンク召喚。はい、転生リンク召喚に成功したのでロアガテゲームに加わります。で、2枚さて単終了なくします。相手の盤面だけの要素はいるんで、はい、カウンから出します。あー、なんか出た。カウンクラ、効果で出た。特殊召喚なんだけど、チェーンロックを組まないやつなんだ。あー、オッケー。はい、どうぞ。守護者中の召喚。はい、どうぞ。半分打ち切って、デッキからフュージョンカードを加えたい。ドア。ありがとうございます。で、このドアは除外されます。はい。バトルで、サンライトウルフにパンチ。はい、パワーが2億18ベイビーリンクスの OK です。400ダメージ。カード1枚セットしてたんで。はい、やった。はい、ドロー。うわー、微妙い。ジャガーでリンク勝負。はい、リンク1ベイビーリンクス。ベイリンクスが特殊召喚されたときに、ジャガーが墓地に送られているのでガゼルの効果と、サーチ効果。あ、続いていいですか。どうぞ。はい、ジャガーの特殊召喚のベイリンクス効果。サンクチャで持ってます。マジでサンクチャで持ってこなかったのは何だったんだろう。効果で落とすのがサラマングレイとレイジ。レイジー、強いな。フュージョンファイヤー。はい。どうします。で、2600? 2600ですね。2600を割れないっていうのひどい状態。どっちのジャガーの効果すか？無理じゃない。あ、無理だ。サンライトウルフ。マーカーがないから。マーカーがない。で、サラマンのブレードのマーカー先じゃないと。どっちのさんが。スピンにじゃあ。スピンにじゃあ。スピンにじゃあ。はい。どうぞ。はい。スピンに。スピンに、チェンしたいです。どうぞ。後悔は特徴がないです。後悔って言ってます。指名者で。どうやった。はい。はい、ベイルリンクスとサンライドルで4勝半。はい。これはしょうがない。リンクさん、キートライを。キートライを特殊召喚、リンク召喚時、対象的モードですね。はい。はい。指名者で。ジャガーと、除外で。こんな除外。じゃないけど OK です。トバ。はい、ジャガーとスピンを取らね。うん、それでにしようか。はい、どうぞ。ヒートライオで、ヒートライオの1の効果だったらパンチ制限ないよね。うん、ないよ。じゃあ対象できます。それで、はい、無駄保留か効果向こう。向こう、はい。逃げ込むよ、このターン。このターン終了じゃないです。このカードは？このカードの効果。あ、ベータ効果。別カードに変わった。別カードに変わればいける。別カードに変わればいける。別カードに変わればいける。ベータと同じなんで。ベータと同じなんで。で、サラマンズレイドカード。はい。1の効果です。どれ効果だっけ？サラマンズレイドモンスターを特殊版。どうしたら？どうしたら？いいことで考えます。はい、召喚でも使ってるね。召喚剣は
ガゼル。ガゼル。オッケー、じゃあ、いいかな、いや、どうぞ。ガゼル？ガゼル使ってないわ。こいつ使ってないわ。ジャガーの持ち行った時のことでしょうか。サラムレッドサークル。はい。サラムレッドモンスターを。フェイク。はい。で、フェネック行ってみましょうか。はい。フェネックとヒートライオでリンクしようか、はい、リンクにサンライトウルフ、はい、フェネックの効果と、はい、こいつがリンク2以上の、モンスターのリンク召喚に使われた時にできたら、サラマブレイクの通常の効果の人は、はい、通常のファイヤー、はい、で、そのとガゼルとサンライトウルフ、はい、両方召喚、バイオフィナー、どうぞ。ただ相手の攻撃力は変わってないんだよね、ガチャンって2000円だったですね。いろいろと除外されまくっててもきついんですけど、バトル入ります。攻撃力は1500の1800で3300、4650上がって、4450、はい、ただ4450ダック逃げます。破壊したい。逃げる。ああ、そうだ、そのダイナミスラをサクリとヒーローガードが何かできる。はい、何かできる。あっ、使わないのに。オッケー。ん、いや、ベイブリンク使うのかな。あ、ベイブリンク止めるの。リリースとかだ。リリースして破壊するだから。リリースでレイルリンクスで破壊効果向こうにできるから。あ、これ守るのかな。お互いにリリースするんじゃないのか。ないね。リリース、あ、じゃあベイルリンクスでやるか。それは確保しなかった。ただ戦闘は攻撃、攻撃はしたことないよね。そうだね、ダメ捨てにいなくなるわけじゃないんだ。ヒープライオダラック2300。いや、これのあれは通る。あ、通る、うん、今完全に頭から抜けた。3300割るに、1650でしょ。1650の、4450、はい、の2300。ありがとうございます。残り250。残り残り、これじゃあ打ちたい。どうぞ。ただ打ちたい。しょうがない、こうか。はい、シャドウ切ります。シャドウ切ります。はい、でキャラフュージョンサーチとレンドネオスフュージョンサーチ。はい、もう止めつつありません、どうぞ。で、シャドウミス落ちたんで、でキャラフュージョンサーチサーチで、あー、終わったネオスフュージョン。はい、どうぞ。ロマンホを打ちたいんだけど死ぬので。死ぬ。おネオスはレインボードラゴン。あー、レインボーネオスや。レインボーネオスが来る。レインボーネオスいきまーす。4500。レインボーネオスの効果を使いたいです。どうぞ。はい、サクって、はい、ネオスはいなくなってください。デッキに戻ります。エクストラヒュー、やったぜ。きつい。大ゲヨセノグヨセノグヨセノグ。開始何があるか次第、エンド。はい、ファイヤーボールとかで死なねえな。そうね、ファイヤーボールで死ぬから。ドロー。でもマジでファイヤーボールで死ぬから。いや、一番きついの来たな。全部戻されるのが本当に一番きつい。こっち全部戻せるわけ。あ、ダメか、ヒートライアが残ってるとその後転生リンクされて死ぬから。そう、ね、結果、まあモンスターしかない選択肢がない。え、きつい。ミラクルコンタクトだったかな、引いたの。4500でしょ。4500ですね。ちなみにゲームスリージョンあるんで戦闘破壊耐性ありますね。戦闘効果で破壊耐性あります。とりあえず4750を叩き出せばいいんやろ。そうですね。か、まあダイレクトアタックできる強さで。戦闘機サラマイングレイトリカランス。何でしたっけ。ね、墓地のサラマグレードモンスターを手札に加えて今。はい、どうぞ。どうぞ。ただ、だぜ。はい、通常召喚。通常。サラマグレでレイジを落とします。はい。レイジを落としたところなんだよな。
ああごめんレイジじゃないよ。そういいよいいよ。レイジじゃねえ。そうなんだよ。これあれだ。あのスピニオンさんが聞いてたやつだ。そうね全部で終わりだったか。いねえよ。あれスピニオンいねえ。なんで？帰ってこない。帰ってきたわ。何がいる？三枚積んでねえわよ。いや三枚あの三枚が全然いるよ。唐突なネタバレ入ったんだけど。落とし穴がなかったんだよ。ちょっとアベンジャーズのネタバレやめてもらっていいですか。アベンジャーズじゃねえし。エンドゲームのネタバレをしたら俺を殺すってこと。俺はファルコ落とすぜ。お、マジ。スピンに行こうか。はい。対象500あります。ほう。さらば、さらばスピン。スピンに行こうか。自身特殊は。はい。で、スピンとバゼルで、エクシーズ召喚。はい。ミラージュサリオ。ミラージュスタリオ効果、はい、あーそれで死ぬのかな。それで殺すしかないんじゃ。たぶんモル、はい、モルとミラージュスタリオで死ぬ召喚。あ、サラマンダリントレンスだったのか。あ、よくない。モルをリンク召喚でベイビーインクスの無理だね。帰れない帰れないね。混乱してるね。無理だね。海場はこいつ見たら、ああベイルリンクスになって、あれ無理だな。ベイルリンクスが確かレベル4位から。そう、通常召喚を使っている。使っている。あ、でもサラウングレートハートっていうね、この力、心強い味方がいるので、うん、サラウングレートモンスター1体を選んで特殊召喚できるんですよ。うん、そうだ、これでね、あの強制的に、ね、スピニーを過労死させる。1、2、3体。3体で。3体で、はい。ヒートライオ。はい。リンク召喚。はい。ミラージュスタリオ効果。モンスターを面白いし、手伝います。ほらー。うん、これでどうだ。あー、自身の効果ですからだ。これでどうだ。はい。勝ったー。してないよね。ナイス。アタック。ありがとうございました。ありがとうございました。もうボロボロ、ボロボロ。というわけで、ヒーローデッキ、まあ、デュエルリンクスでもなんか今ストラク課金すれば、課金さえすれば組める、お手軽に決めるらしいんで、お金さえあればお金さえあれば組めるんで、興味があるとぜひですね、組んでみてください、はい。まあ、実際の OCG の方でも割となんかカードショップでヒーロー人気あるテーマなんで、テーマでこうバッて扱ってる店のも多いと思うんで、結構売ってる。興味がある人はね、ぜひ買って集めてみてください。1年の荷物ってやっぱかっこいいね。うん、そうね。ところで、興味がある人はぜひ一緒に見てください。というわけで、お会いしましょう。もういいでしょ。じゃあ、明日の動画お疲れ様でーす。